ハスキーヌをかたどったインフレータブルバルーンの一例。インフレータブルバルーンは空気膜構造物の一種で、送風機により常時空気を入れて膨らませて使うバルーンの総称である。なお、この記事では送風機の使用が不要であるが、イベント用資材として同様に使われることの多い塩化ビニール風船についても紹介する。インフレータブルバルーンとは、 ナイロン製大乱織物のナイロンタフタ、光沢性のある合成比較のセシーナテント生地に使われるターポリンなどの特殊素材の生地を縫い合わせたバルーンに常時空気を入れて運用をする空気構造物の総称である。また、着ぐるみバルーン、スカイダンサー、バルーン投光機、エアブロー人形、エアロバルーンなど小規模のものや、 幕の軽量化が求められるものでは特殊な薄い布素材などが用いられる。インフレータブルバルーンはガスバリア性が低いためヘリウムなどの不要ガスで浮かせることはできず、多くの製品は運用中は常時電動のエアブロアで送風し続けて用いられることが多い。インフレータブルバルーンは公共イベントの仮設の遊興施設にとどまらず、 様々な用途に作られたものが存在するが、固定して用いられるものの多くは土台に重しをつけて、用いられる。バウンシーキャッスルの一例。バルーン滑り台の一例。着ぐるみバルーンの一例。スカイダンサーの一種、パフォームやふわふわとは、ふわふわ、トランポリンとも呼ばれる、空気圧式の仮設の大型トランポリン遊具のこと。通常は、お子様限定の遊具として用いられる。 なお、ふわ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 の名称は、商標登録されている。類似名称の、ふわふわ、ふわふわも該当すると思われる。バウニシーキャッスルとは、バルーンキャッスルとも呼ばれ、城などをかたどった四角い部屋状のバルーン遊具で中は、空気圧式のトランポリンとなっており、空気圧式の滑り台が設置されていることもある。また、バウニシーキャッスルの中は、たくさんのボールで埋めた。 ボールプールになっていることもある。バルーン滑り台とは、スライダーとも呼ばれる巨大な滑り台の斜面を持つ、滑り台を持つ大型のバルーン遊具。対抗性のある膜状のバルーンに送風機で、送風することによりなだらかな山を形成する、屋外常設型のトランポリン遊具。エアアーチとは、太く古城あるいは門状になったバルーンに送風機で、空気を送り込むことでアーチを作るイベント用の、 バルーン資材。なおバルーンアートで複数の風船を使ってアーチ状に形成した装飾はバルーンアーチと呼ばれている。エアポールとは太く棒状になったバルーンに送風機で空気を送り込むことで会場の門中として装飾するイベント用のバルーン資材。インフレータブルトンネルとはアーチ状のエアチューブを連ねた形状の仮設のトンネルのこと。 イベントのアトラクションやミニ SL、新幹線が通過するオブジェとして使われる。着ぐるみバルーンとは中に人が入る着ぐるみのうち着ぐるみのキャラクターの表面が膜状のバルーンになっておりバッテリーで駆動する送風機によりキャラクターの体型を維持する仕組みの着ぐるみのこと。体がバルーンのためキャラクターの感触が柔らかい特徴を持つ。スカイダンサーとは 棒状や人形型の布袋でできたチューブに、送風機で下から送風することにより、様々な形状に動き回るバルーンアトラクション資材。スカイダンサーは、エアダンサーや、スカイ外イとも呼ばれる。具体的には、単一のチューブ状のものは下に送風機がついており、フライチューブと呼ばれるほか、人形型のものは、両足の部分にそれぞれ送風機がついており、パフォームエアと呼ばれる。 球場の白色のバルーンの中に水銀灯を設置し発酵とともにバルーンの中に空気を入れることで効率よく周囲を均一に照らす夜間の工事イベント証明資材バルーン投稿機には発電機を搭載したものもあるトナカイに惹かれたソリに乗るサンタクロース姿の仙台四郎のエアブロー人形アーケードに設置された 送風機から2本のパイプがつながっている。サン・タキヤマのクリスマス装飾。薄手の生地でできた雪だるまやサンタクロース、招き猫などをかたどったバルーンに送風機で空気を送り込み使用するポップ製品。バルーンの中に照明のついたものや内蔵のモーターにより完結的にバルーンが動くものもある。点灯ポップに使われるか クリスマスの屋外デコレーションにも使われている。グラフィックバルーンとは 2D デザインを 3D 局面データに変換診察して制作されたバルーンのこと。球体に限らずペットボトル型やキャラクター、人の顔、リアルな地球等様々、塗装等では表現しきれない細やかなデザインに対し用いられる。エアロバルーンとは 直径2から3メートルの球体の中から人や物を登場させる演出に使われるバルーン装置のこと。特注のものは車両を丸ごと包む巨大なサイズのものもある。バルーン内は常時送風されており、玉川は特殊クロスやマジックテープなどで作られ、繰り返し使用ができる設計になっている。従来の高価なゴム風船による、 同様の演出に比べバルーン内にスムーズに入りやすく、不意の破裂などのトラブルもなく、信頼性が高いため、現在では観客の多いイベントや、結婚式のキーパーソンの登場シーンの演出や、新作発表会などのインパクトのある演出に多用されている。バルーンテントとは、エアテントとも呼ばれ、チューブをアーチ状にしたものを多数並列した構造の巨大な、 バルーンを屋根に用いた仮設テントのこと。災害時などでの利用が想定されている。浜辺で空気玩具を売り歩く行商人。メキシコシティのロスベナドス公園の路上の玩具販売。アドバルーン広告の一例。アドバルーン広告で掲げられる、渓流気球の高度は高くても50メートルである。塩化ビニール風船とは、塩化ビニール系のフィルムなどを用いたバルーンのこと。 マイラーバルーンよりも丈夫で造形の自由度があり、大型のものはヘリウムガスなどの不要ガスで浮かせることもできるが、一般にマイラーバルーンよりもガスバリア性が劣る。身近なものでは、レジャー用のビーチボール、浮き輪。普及が進んでいるトレーニング用のバランスボールや、取っ手のついた運動用ボールのホッピングボール、常用玩具のロディ塩化ビニールの中空製品は、 露店で売られるダッコちゃんに代表される抱き人形や、拡縮気ビニール人形、剣や、エアバット、エアハンマー、ビニールフラフープなどの縁日玩具。ビニールパンチボール、ウニウニボールなどのボール類。犬や、昆虫の車付きお散歩玩具など多くの商品が、製造されている。デコバルーンとは、円化ビニール製の結びしろの付いた、バルーンデコレーション用の球体のバルーン。 耐候性に劣るゴム風船の代用品として用いられる。バルーンを丸く膨らませるには、ある程度の圧力が必要で、エアコンプレッサーや減圧させた窒素ガスボンベなどで膨らませる必要がある。また重量があるためヘリウムガスなどの不要ガスを入れても浮かない。作品の劣化、退色がしにくく、メンテナンスフリーのメリットがあるため、数ヶ月程度の長期展示や、 直射日光の当たる屋外設置のバルーンデコレーションの材料に向いている。軽流気球とは地上にロープで軽流して用いる不要が推利用型気球の総称。軽流気球の形状には球体や飛行線形、カプセル型、キューブ型、ドーナツ型などが一般的であるが特注で独自の形状のバルーンを製作することが可能である。用途は アドバルーンなどのイベント、宣伝広告用をはじめ、航空撮影、気象観測、大気公害調査、建物の立地調査や無線局の電波調査などで幅広く使われる。アドバルーンとは、広告気球とも呼ばれる塩化ビニール製のシートなどを貼り合わせて作られた気球のことで、日本では、アドバルーン広告と言われる、宣伝文の書かれた幕を引き上げて広告する。 宣伝方法や広告を掲げた軽流気球で知られる。アドバルーンの気球はオリジナリティのある形状のものを作ることができる。企業名が印刷され独特の形状で制作されたオリジナルアドバルーンは業界の大型の商談会などで天井に吊るしたりヘリウムガスで浮かして用いられるがヘリウムガスで浮かせる場合浮力が確保できる概ね直径2メートル以上の 大きなものを制作する必要がある。オリジナルインフレータブルとは企業などの依頼により独自に制作されるバルーンのことでガス注入型と空気送風型のインフレータブルバルーンがある。オリジナルインフレータブルは必ずしも球体のものとは限らず立体の人気キャラクターや市販商品の形状を巨大化させたものやビルの壁面に取り付けられるような 平面上のものも制作される。ガソリンスタンドの屋上に設置される気球などをかたどったバルーンはルーフトップバルーンとして店舗の目印として使われている。近年 3D ゲーム等のリアルなキャラクターを実際の 3D モデルより制作する技術革新によりよりリアルで細やかな表現を可能にしている。インフレータブルスクリーンの一例。日本においては 車載型オーロラビジョンが使われることも多い。ビデオバルーンとは直径1メートルから10メートル程度の球面のスクリーンにビデオやコンピューター映像を半球面もしくは全球面に投射表示する演出効果。球体のスクリーンと半球面を投影するビデオプロジェクターを1台、内視2台および各種映像設備で構成される。1メートル程度の小型のものは スクリーン処理をした球体スクリーン。2メートル以上のものは、スクリーン加工をした空気や、ヘリウムガスを注入したバルーンや、送風機を使用する、インフレータブルバルーンが使われ、固定や軽流を押して使われる。またヘリウムガスを注入するバルーンは、おおむね6メートルの大型のもので使われる。なお、同様に、映像演出に使われる装置としては、 空気送風式の映像スクリーンのインフレータブルスクリーンがある。大型軽流ガス気球の一例。増部の一例。ウォーターボールの一例。大型軽流ガス気球とはヘリウムガスで満たした大型の気球に多くの観光客を乗せるゴンドラを取り付けたもので観光地や旧跡を上空から眺めることができるもの。ジャンピングバルーンとは軽流気球のうち 安全ベルトを装着した人を空中に引き上げるアトラクション用の気球のこと。直径4.5から7メートル程度の大型の軽流気球が使われ、大型のものは大人でも乗用が可能である。増部とは透明な円化ビニール製の直径3.2メートルの中空ボール遊具のこと。ボールの内室は分厚い空気層により衝撃を吸収することができ。 人がそのまま、あるいはハーネスを着用して入り、水上や斜面などで楽しむことができる。増部には、球体の他に、シリンダーのものがある。ウォーターボールとは、透明な塩化ビニール製でできた、直径約2.5メートルの透明なビーチボール状の、水上遊具のこと。ボールには中に人が入れる大きさの口があり、空気を入れて人間が中に入り口を密封することで、 玉内で人が水上で浮くことができる。密閉状態になるため玉内に人が滞在できるのは通常は10分程度である。新型のウォータースポーツの一つであり、水中を観察する環境体験目的にも使われている。ノンリフトバルーンとは気球製作所が開発したポリエチレン系の PET フィルムなど取材料に作られたテトラ型や 球型の一定高度浮遊型の大型の気球のこと。空気とともに、気球の重量に見合う浮遊ガスを入れ、気球を大気と同じ密度にすることで、一定高度における気流の流れの観測ができ、乱気流や大規模な公害などの調査に用いられる。レーダー反射観測用には、アルミ乗着フィルムのものが用いられるが、一定高度で飛行するため未確認飛行物体と、 間違えられることがある。パンチングバルーンとは、縦長で下に、重りのついた円化ビニール製のバルーンのこと。起き上がりこぼしのように押し倒しても元通りに立ち上がる。人気キャラクターを印刷し、書店やビデオ店などの広告、宣伝ツールとして使われることも多い。ジャンボエアポップバルーンとは、円化ビニール製のフィルムで作られた、円柱状の大型バルーンのこと。 広告を印刷しパチンコ店などの巨大ポップに用いられる。ありがとうございます。